スラッシュの変身アイテムを見てみよう。カリバはパワーアップですって。皆さんこんにちは、召喚戦闘員です。なぜ悲しそうなのかって、いや、お昼ご飯先ほど食べたんですけれども、こちら、これ山わさびのラーメンです。これね、私大好きなんですけれども、なんて言ったって山わさびのツーンがめちゃめちゃリアルなんですよ。本当に山わさびパウダーが入ってるんですけど、食べてる最中目も鼻も全部ツーンってなって、辛いっていうのはないんですけど、そのツーンがねもうすごくて、涙と鼻水がもう止まらない、ジョロジョロ出た状態で食べているっていうね。それでちょっとね、疲れてしまったんですけれども、これね、売っているところ限られておりますが、手に入る人はぜひぜひ食べてみてください。めっちゃくちゃ涙出ます。と、まあこんな余計な話は置いておいて、本日はこの動画の画像、サムネイル見ても分かってると思うんですけれども、セイバーのプチ最新情報をお届けします。先日、仮面ライダースラッシュ、うわー、大神寺さん変身するんだねっていう話あったんですけれども、それよりも少し詳しく変身アイテムなんかも紹介していきたいと思います。それからカリバーパワーアップするみたいですよ。そちらも見ていきましょう。今日も元気に、はい、ということで、まずは仮面ライダースラッシュを見ていきます。はい、こんな感じの見た目ですね。ピンク色が可愛いです。派手ですね。でもまあぼちぼちかっこいいですね。で、このスラッシュ、大神寺哲夫さんが変身しますが、変身アイテムというか武器というか、それかこちら、音獣剣スズネ、音の剣士ということで、音っていう字が入ってますね。剣の形、剣モードみたいなのはこんな感じになっております。銃のモードになります。うん、これはアイテムとしては途中でグギッと曲がるっていう感じで使うんでしょうね。で、変身するためのワンダーライドブックがこちら、ヘンゼルナッツとグレーテルワンダーライドブック。普通はヘンゼルとグレーテルですよね。なんかナッツが入ってますね。美味しそう。そこで、ヘンゼルナッツとグレーテルワンダーライドブックストーリーページ見ていきましょう。これ美味しそうですね。ヘンゼルとグレーテルのお話といえば、お菓子できた家に迷い込んでしまってというね、あの話ですからね。お菓子なんですね。あとは、ワンダーライドブック2冊使って変身ということもあります。ヘンゼルナッツとグレーテルワンダーライドブックと、ブレーメンのロックバンドワンダーライドブックというもので変身するということで、その変身したホームの名前が仮面ライダースラッシュヘンゼルブレーメン。肩にこれスピーカーついてる、これですね。はい、ということで、ほんとね、そんなにね、大した情報ないんですけれども、仮面ライダースラッシュ変身するアイテム、そして武器が音獣剣スズネっていうものですよっていうのと、ヘンゼルナッツとグレーテルワンダーライドブックっていうのを使って変身するんですよというお話でした。で、この音獣剣スズネは11月上旬、本体価格4200円で発売予定となっておりますが、まあ11月の頭にね、11月のおもちゃの発売スケジュールなどが発表されますので、そちらでね、また取り上げていきたいと思います。では続きまして、カリバー。カリバーがこんな姿になりますって言われても、元のカリバーどんなんだったっけっていう感じなんですけど、あんまりこんなにゴールドゴールドしてなかったっていう印象ですね。あと、目が赤くなかったですよね。メタナイトとかみたいな感じね、カビのメタナイトみたいな感じになってたんですけれども、赤くなりました。このパワーアップしたカリバーなんですけれど、名前が仮面ライダーカリバージャオードラゴン。あれ、元々なんだっけ、ジャークドラゴンだ。そんな感じで、こんなね、強そうな見た目になります。そこで新たなアイテム、バックルの部分ね、見るとわかるんですけれども、なんか違いますね。ここがポイントです。このアイテム、ジャオードラゴンワンダーライドブックという、竜の王様の力が入ったワンダーライドブックです。カリバーに邪悪なパワーを授けてしまう、とっても良くないものですね。で、これちょっと厚みがあるのかな、なんだろう、気になりますね。このワンダーライドブック、普通のワンダーライドブックと違う感じで、開くとゴールドのドラゴン、真ん中もドラゴンの顔、ドラゴンが右と左に2体ずつ、頭の部分がで、真ん中正面向いてるのが1体っていうことで、うわ、これは一体何なんでしょうね。気になりますけれども、
こちらももうね発売されること決まっております。11月下旬予定となっておりまして、価格は本体価格税込み2750円ということです。こちらもね11月のおもちゃスケジュール出た時に発売日、そして値段がね確定したもの皆様にお伝えできるかと思います。先月から始めましたおもちゃスケジュール案内企画、今月もやっていきたいと思いますので、自分で調べるの面倒だなっていう人はぜひぜひご視聴ください。はい、ということで、まあ今回ご紹介したスラッシュとカリバー、この2人以外もキンタロウがねこの前3冊使ってブレイズファンタスティックライオンになったのは記憶に新しいんですけれども、それ以外にもセイバーもエスパーダもまだパワーアップするのかな、3冊セットガンガンいっちゃう感じなのかなっていう感じです。あとねブレーメンのロックバンドアンダーライドブック、先ほどスラッシュが使うって言ってたんですけども、それをねセイバーも使ったりするみたいなので、これからとっても楽しみですね。それにしてもワンダーライドブック出すぎ、もうね諦めました。だってソードオブロゴスバックルに3匹の子豚ついてたでしょ、もうそれ買わないし、キングオブアーサーもとりあえず買わないかなと思ってるので、もうちょっと諦めましたね全部揃えるのはね。まあでもセイバー終わって安くなってから集めるのでもいいかななんて、そんな感じでゆるく集めていきたいと思います。はい、ということで本日はちょこっとだけセイバーの最新情報でした。スラッシュ楽しみですし、カリバー応援はしてないですけど見た目はめちゃめちゃかっこよくて好きなのでとても楽しみです。はあ、こうやって喋ってたらねだいぶ落ち着きました。さっきのわさびのラーメンはねツッとして目と鼻と痛かったな。蒙古タンメン中本、あのカップ麺も好きなんですけどね、あれも辛いですよね。あれのご飯のやつも美味しいですよね。カップ麺とかそういうご飯って簡単だし早く食べれるし最高。もちろんそればっかり食べてないですよ、ちゃんとご飯食べてます。はい、ということでもう最初と最後全然関係ない話になってしまったんですけれども、仮面ライダーセイバーなんとなんとね11月1日はお休みです。なので11月8日までお預けなんですけれども、まあ私たちは私たちで楽しんでいきましょう。ということで本日はこの辺で失礼いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。あ、そうだ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 、アンケートまだやってますからね、朝ごはん何食べてますかアンケート、ぜひぜひご回答お願いします。毎日最近言ってるんですけれども塗装アドバイスもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。